どうも、ISF120% の男、ブス島です。この世の果てで恋を歌う少女 U の PC98番実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、竜造寺との差しでの話といったところで前回切ったんですが、今回、竜造寺と差しで話していきましょう。なんか長そうだったんでね、今回切りました。これ、やっぱりすげえなー。グラフィック、これが98年だっけ ?6 年だっけ確かそのあたりの作品なんですけど、すごいよね。16色っすよ。この土壁のね、色と、まあ、竜造寺のね、服の色も似たような感じ。こんなとでも全部設計して描いてるんだと思うんですけど、後ろの絵とかもすごいけど、柱もまたね、木の質感とか土壁感すごいよね。いや、素晴らしい。いや、背景のいい絵はやっぱり素晴らしいね。というわけで早速話していきましょう。しかし随分広いお屋敷ですね。ほう、そう思うがね。俺ん家の敷地の軽く数倍はいきますよ。管理にも手間も数倍かかるということだ。まあ、ごもっともだな。てん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 。随分と古ぼけた屋敷だからね。いえ、古いという感じはしませんよ。新築に近い感じだ。改築に改築を重ねているからね。確かこのお屋敷は400年くらい前のものだとか。ほう、よく知ってる。誰から聞いたのかね。それは、ほほほほほ、ああ、ババアから聞きましたね。あなたのお母さんですよ。ビクッ。そこの坊やにお茶でも出しましょうかね。いえ、お構いなく。寝室に行きなさい。今大切な話中なのだ。おほほほほ、てん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 。なんかこのババアは遠ざけてるよな。なんだろう。ふう。しかし、なんだろうな、あのばあちゃんは。てん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 。てん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 。彼女には結構驚いたのではないかな。彼女?今の老婆だ。でも、自分の母親、彼女、女性をその彼女っていうのをね、自分の母親言うのって珍しいっていうか、いないよな。そうですね、なかなか個性的な女性ですよ。おお、女才ないな。うまい受け答えだ。見たままのことを言っただけです。先ほども言ったが、私の母親は少し地方症が進んでいてね、私のことも息子と認識していない。本当かな、これ。いまいち信じらんねえな。てん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 。地方症か。美月さんが変と言ったのはこのことなんだろうか。なるべく外には出さないようにしていたんだが、君に何か妙なことを口走らなかったかね。なんかね、なんか違和感あるんすよ。すごい。てん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 。とりあえず慎重に受け答えしておくか。どうかね。妙なことといっても何が妙という定義自体個人によって違いますしね。普通ではないたわごとの類だ。たわごとですか。それだったら別に何も。うむ、そうか。ただ、さあ、こっからだぞ。ただ、竜造寺先生が普通じゃないとは言っていましたね。ほう、普通ではないか。ま、俺の目から見ても普通ではないようには見えますが。てん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 。てん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 。どう普通ではないのかな?おっと、三月ミッション。さっき言ったじゃないですか。学術研究のために家財なんかを売ったって。ふむ。常人にはできることじゃないですしね。いい意味で非凡っていう意味ですよ。いい意味で非凡か。どういう風に暮らしているんですか?これはまあ、俺個人的な好奇心ですが。普通だよ。寝る場所は、どこに寝る?床に寝るか。私はベッドや布団というのが全くダメでね、硬い床の上にしか寝れないのだ。でもね、俺ね、それ知り合いでいましたよ。床で毛布だけをかけて寝るっていう、そういうデザイナーさんいましたね。確かに。てん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 。随分変わってるな。でも硬いところ寝るとね、腰痛くなるんですよね。もう散々会社でね、もう寝泊まり当時ねしてましたからね、その時はね、机の下に頭を入れて寝るんですよ、床で。最初はね、こう机に突っ伏して寝ててもよかったんですけど、だん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 それで疲れ取れなくて、まあ家に帰れって話なんですけど、帰るのは帰るのはめんどくさいんですよ。だからもうね、会社に泊まってもう通勤する時間も寝ていたいっていうね、そういうところですよ。ほんと硬い床の上でしか眠れないのか。ああ、今ピンときた。あれもそうじゃん、エリコ先生。ねえ、エリコ先生もそうだよな。硬い床だよな。ふむ、やはり似てるな。だって、ねえ、ベッドの下で寝てましたからね。誰にですか?ふ、私の記憶にある、有馬高台2だ。てん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 。彼はよく君のような目をして私に語りかけてきたものだ。そしてその考えは決して浅くはなかったようだ。買いかぶってますね。そうかね。てん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 。
君の父親はそういう人間だった。私の記憶がそう言っている。一つ聞いてもよろしいですか。構わんよ。親父の俺の父は何の研究をしていたんですか。研究内容かね。確か龍造寺先生との共同研究だとか。そうだな、彼と私は大学時代の同期でね、その頃から共通の志を抱いていた。てん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 、教科書には載っていない歴史の裏側を解明をしようとしていたのだ。こういうのでも面白いですよね、歴史の裏側。俺を知ってる歴史っていうのはあくまでも現在に伝えられてることだけで、実際にはそういうのって深掘りはしたことないけど、面白いですよね。実際かなりこう消されたこととかね、都合の悪いことってあるんじゃないかと思いますけど、やっぱりそれってね、実際見れるわけじゃないから、文献とかそういったものを読むしかないですからね。もうタイムマシンあったらもう絶対いろいろ見てみたいですよね、そういうのはね。歴史の裏側、これは一つのアプローチに過ぎない。彼の学説は知っているかね。まあ一応は確か日本人の祖先が渡来してきた大陸の人たちだったとか。ふむ、なるほど、彼の著書は読んでいるらしいな。違うんですか。違わないよ。だがそれはごく表面的なものでしかなかった。まあ一部では確かにブチ切れる人もいますよね、こういうのってね。でも実際ってどうなんだろうね。俺もどっちかっていうとね、ブチ切れ側になるのかもしれないけど、そういうところは俺は感情ではね、そういうのはないので、感情論っていうことではないので、ちゃんとしたね、その基づくものっていうものさえあれば、うん、なるほど。でもそうすると否定することになるからね。いやそれはそれでって、まあまあそこはいいや、いや、てん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 なんですけど、帰るのは帰るのはめんどくさいんですよ。だからもうね、会社に泊まってもう通勤する時間も寝ていたいっていうね、そういうところですよ本当。この世の果てで恋を歌う少女ユーノ、共同研究者の私にさえともすれば隠蔽していた節もある。親父は何の研究をしていたんですか。知りたいかね。知りたいです。彼の真の研究テーマは不老不死だ。マジで？はあ。不老不死。不老不死ってあの？そうだ、不老不死だ。もっともこれは私の推察に過ぎないがね、不老不死は俺はなりたくないな。不老にはなりたいけど不死にはなりたくない。でも不老になったら不死になっちゃうのか？不死になるのかな？どうなんだろう。不老になって、まあ要は寿命ってものがなくなるってことか。不老、まあでも寿命はあっていいんですよ。例えば100歳でも80歳でもいいんですけど、できればある一定の肉体が一番いい時で俺は不老になりたい。そうですね、そうするとやっぱり俺的には、そうだな、一番俺的には23、4の頃が一番良かったかもしれねえな。その肉体を持って今の知識が欲しい。そういうのはありますね。ああでもいいですね、そういうの。でも不死にはなりたくない。うん。てんてんてん、終わりがあった方がいいです俺は。てん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 、親父の研究テーマが不老不死。でもそうすると、ああでもタイム移動っていうか、不老不死だとすれば平行移動ってまたどうなんだ。まあいいや、聞いとこう。不老不死というのは老いず死なずっていうあれですか。それ以外意味はなかろう。てん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 、意外だったかね。いえ、親父がそこまで言っちゃってるやつとは思わなかったもので、現実的にはないということかね。そうです、常軌を逸している。君の言ってることは現在の常識というものに照らし合わせてみてということだろう。そういうことです、そういうことです。常識では考えられないね、そういうのがいいんですよ。当たり前です、現実的な裏付けはありませんよ。仮説というのは全て裏付けがないものだよ。それを実証するのが我々学者の仕事だからね。そうです、そうです、そうです。仮説はその通りです。てん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 、例えばだな、ブス島くん、何でしょうか。君は宇宙の始まりはどういうものであったと思うかね。宇宙の始まりですか。これも常識的に言えば、まあ一般的なね話でよりはビッグバンで今でも広げ続けてるっていうやつだと思いますけど、そう言われると仮説だと何なんだろう。他、そうだな、まあこの世の始まりと言ってもいい。知りませんよそんなこと。ある学者に言わせると、宇宙というものは永遠に存在してきた存在らしい。現実的ではないですね、永遠に。だって、ふむ、それは東洋神話の一つだな。ではもう一つの仮説として、ビッグバン説というものがある。俺はこれしか知らないです。本で読んだことあります。高密度の小さな核が爆発して宇宙になったという説ですね。
そうだ、その説はどうかね。まあ永遠ってやつよりは現実的かな。こう現実的か。ではその爆発以前はどうなっていたのかな。爆発以前、そう、君が言う小さな核の周りには一体何があったんだろうな。そう言われるとわからん俺には。それは宇宙があったんじゃないですか。宇宙はビッグバン、小さな核の爆発によってできたんだろう。それでは本末転倒だよ。じゃあビッグバン説がそのまま間違いなんでしょう。では最初の質問に戻ろう。この世の始まりは、この世の始まり難しいな。これって結局俺が今目の前で見てるものっていう、これ自体も現実なのかな。ただ現実に触って、まあね、あったかいとか寒いとかそういうのも含めて現実って見てますけど、結局今俺の後ろ側には本当にそれがあるのかって言われたら信用してないからないんですよ。わかんないっていうのが現実。今もしかしたら何もない、本当に俺も想像できない無の空間、無っていうもの自体がよく分かってないですから、これを後ろを振り向いた瞬間に一瞬にしてそこがレンダリングされるみたいな、そういうようなもんなんでしょうね。だからそれって証明することできねえからな。実際俺の後ろを見てる人ってその見てる人の現実であって、俺の現実じゃないんですよ。多分そういうことなんだよ。なんかね、理解をしてるようなしてないような、まあそういうことなんだろうね。例えば手をこうかざしました。手をかざして、この手のこっち側ね、裏側、これっていうのは実際にはどうなってんの？それ鏡に映せばわかるじゃん。それは鏡を見てる俺の現実なんですよ。でも実際には手の裏側って視認してないから、何があるか実際はわからないんですよね。っていうことでしょ、要は。まあちょっと話ずれたか、これは。俺にはわかりません。まあそういうことだ。我々の周りには不可解で解説不能な事象というものが実は多数存在する。まさにその通り。俺もわからんことはもうね、いや実際に単純なもんだけどわかんないよね、ほんとこういうの。でもこういう理解だと思うんですよね。てん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 。それに対して仮説を立て実証するのが我々学者の使命というわけだ。どんなに愚かな仮説でもですか、実証されればそれが真理だ。その通りだ、その通りである。実証されていないじゃないですか。だから仮説なんだよ。それでも地球は回るといったガリレオの言葉を思い出してみたまえ。不老不死が真理になりうると考えてるんですか。それはわからん。だが研究テーマとしては非常に面白い。でも不老不死って不可能かどうかって言われたら、今の考え方では難しいかもしれないけど、その不老不死の定義っていうもの自体を変えたとすれば可能だと思うんですよね。その不老不死っていうのはまず老けないこと、それ死なないこと、これだけにね、この言葉の意味だけに取れば可能だと思うんですよ、不老不死っていうのは。要はその不老で不死だったらいいんでしょ。それだったらば変な話、コールドスリープとかってあれ不老不死に入らないのっていう風になるんですよね、俺の中では。実際に不老不死だから今みたいな生活ができるのかっていう、そこの定義っていうのは入ってないじゃないですか。あくまで老けずに死なない、これ2つだけだと俺可能だと思いますけどね。ただ今のこの状態のまま動きで普通の生活ができるってなったらまた話は違うと思うんですけどね。まあへりくつか、これは。龍蔵寺先生も不老不死の研究を？いや、私のアプローチはもう少し違っていてね、我々3人は別々の研究テーマを持っていた。いやこれ面白いな、言うの。やっぱり我々3人、私と有馬光大、そしてもう一人今川教授の3人だ。龍蔵寺先生の研究テーマは何ですか？私の研究テーマは人間だよ。これもまた面白いテーマだな。人間？龍蔵寺の研究テーマ。おお、なかなかこれ面白い話。ノーカットでこれ行きたいな。何分になるか分かんねえけど。ふむ、少し話が逸脱してしまったようだ。ところで有馬ブス島くんよ、何でしょうか。私も一つ質問させてもらえないかな。俺に答えられることならば。高台から何か手渡されなかったかね。これあれ銃向けたやつじゃねえ、こいつやっぱ。何かって何です？彼の研究論文やレポートを読んでいると、どうもあるものが足りないように思えてならない。てん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 。それをもしかしたら君が持っているのではとは思ってね。俺は、ん？持っていません。なんせいきなりくたばりましたからね、親父は。そうか。では何か示唆するようなことは言われていなかったかね。なんだか噛みついてくるな。うん。何かってどういうことです？例えば絵空事のようなことだ。タイムマシンのような話をされたことは。こいつ知ってんな、やっぱり。ほらほら、顔に出すな。ないかね。全くありません。そうか。
てん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 。このリフレクターのことは言わない方がいい。うん、言っちゃダメ。それはなぜかそんな気がする。いや、そこは第六感信じろ。とりあえずこんなところか。梅さん。梅、私の母親の名前だ。梅さん。てん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 。うむ、しょうがないよ、女性だ。では、え、どうも、お邪魔しました。うむ、まあ高台のことは本当に残念だった。いえ、彼のことだから、もしかしたらどこかで生きているかもしれません。言うな、そういうこと。ほう、例えば同じ場所だけど全然別の場所とか。言うな言うな言うな。これ餌撒いてんのかな。てん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 。それでは失礼します。あー、これわざとやってるっぽいな。ふう、てん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 。最後のはちょっと余計だったかな。うん、かなり余計だったと思う俺。いや、あのくらい釜かけておいた方がいいはずだ。いや、でも主人公ブス島、俺みたいなことやるな。いいね、これで向こうからハマってきてくれっからね。いずれ何かしらのリアクションがあるかもしれないしな。その通りだ。さて、そろそろ坊や。え、てん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 。今何か声が聞こえたような気が。てん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 。ババアか、妖怪か。てん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 。俺の気のせいか。坊や、こっちへおいで。おお、これババアじゃねえよな、これメスか。声がね、わかんないっすからね、テキストだから。ちょっとこれメスの方行ってみようぜ。これ坊やったよ。でも男かもしんねえか、これは。てん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 。ごく、一体どこへ聞こえたんだ。これ確かなんかあったよな。これ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 、ここだよな、確かここだったと思う、俺の記憶が確かなら。おいおい、そんなところで誰かいたら不気味だぞ。しかし声は不気味だったよな、もしかしたら。てん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 。いない、確かここだったと思うよ。そうだ、確かあそこから聞こえてきた。屋敷から離れたところに立っている、確か蔵って話だが、坊やって俺のことを呼んでいた。ということは、てん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 。とにかく行ってみよう。あ、ここなんか覚えてんな。てん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 。なんだこれ、よく映画とかで見る武家屋敷の蔵ってやつな。しかし随分と、まあこれ言ってたやつだよな。なんだか手入れも行き届いてないし、荒れ放題って感じだ。ああ、美月さん言ってたやつだな、これ。かなり荒れてますね。てん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 。ほー、とりあえずここだな、まず。てん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 、錆びてんな。でっかい南京錠がかかってる。これもね、開け方があって、このタイプだと、これだったらここまで腐食してたらぶったたきゃいけるな。で、こういうのってわりかしね、まあでも開ける必要もないんだよ、周りから入れそうだしな。意外とね、物理が一番簡単なんですよ。まあマッチなんかでも、まあ開けようと思えば、まあまあまあいいや、それは。ガチャガチャガチャ、ダメだな、開かない。こういうのはね、こう下にこうガンとかガンとかね、もうやると意外とね、鍵が取れるんじゃなくて、取っ手のところは取れるんだよな、ボロってと。そうそう、取っ手自体をね、こう、まあいいや、その話もやめとこう。俺の力じゃこいつを開けることはできない。昔ね、そうあるんですよ、鍵をその開けなきゃいけなかったんだけど、皆さん一生懸命鍵開けてたんですよ。そのあれですよ、あのここ開けなきゃいけないっていう蔵じゃないですけど、倉庫があったんですけど、こういう観音開きの、そこでもう鍵開けなきゃいけない、とにかくここ開けたいっていうか、何やってもいいから開けてくれって言われて、俺開けたんすよ。まあやり方はすげえ簡単だったんですけど、何やったかっていうと、あの扉に穴開けたんじゃないですよ、扉の取ってこ取っちゃったんですよ俺。バコッとバールで。それで開けて、あって言われましたよ。だってみんなさ、一生懸命カチャカチャやっててさ、バカだなと思って、何やってもいいから、どんなことしても開けてくれって言われたから、はいはいはいって言って、ちょっとバール持ってきて、こう取っ手のところガンッグッってやって、こう開けました。取っ手をポロって取りましたね。それで開けましたよ。まあそういう話もね、してもしょうがないですけど、これ移動じゃないな、南京錠。ちょっといろいろやってみましょう。はい、ということで、ババアが出てきました。調べていたら、うわーっと、いきなりボーンっていう。結構効果音ね、怖いですね。カットしちゃいましたけど、そこ。うわーだね。おほほほほほ。はぁ、はぁ、びっくりした。ババアがや。かわいらしい坊やね。いや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 。ババアに言われてもあんま嬉しくないんだよな。でも、なんかね、高そうなお召し物を着てるから、やっぱりいいとこのババアなんですよね。龍造寺のところのお母さんですから。おうおうおうおお、俺はその好きな女性がいるんだ。
おお、別に取ってくよしませんよ。ほっ、さっきはありがとうボーイ。これボケてるとは思えない俺、とても。え、おほほ、私をかばってくれたわね、ありがとう。かばう、この蔵に興味があるのかね。てん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 、この蔵はね、およそ400年前に建てられたものを改築したもの。それが何か、左手の奥には古い井戸もあるのさ。ああ、何が言いたいんだ、これヒントだな。あなたにいいものをあげましょう、お金。てん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 、あら、何これ、これはこれね、俺ね、旧校舎で見たことありますね、これ。うん、油差しと使うとね、いいんですよ。おや、見てわからないのかい、鍵というものよ。そ、それは見りゃわかるけど、一体何の。おほほ、それはまたこんなところで出てきて。ひっ、龍造寺、こいつ絶対おかしいわ、こいつ確かに違和感しかねえ。てん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 、ほら家の中に入りなさい、夜はもう冷える。てん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 、あの、これ、おほほ、さようなら坊や。てん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 、何か話をしていたようだが、ええ、実は何かね。てん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 、鍵のことは話してもいいのだろうか。いや、これは話す必要ねえだろう、俺の考え言う、言わない方がいいかもしれないって。これは渡しません、指も滑りません。これはそうだな、この鍵は何か意味があるんだろう、これを龍造寺に返さない方がいいと言ってるんだ。面白いことになってまいりましたね。てん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 、どうかしたのかな。いえ、何でもありません、あの人との間には何もありませんでした。うむ、まあいい、わかった、これでいいと思う。お、鍵ゲッチュ。やっぱり鬼畜門の作品は鍵よの。まあこれは鬼畜門出てこねえか。てん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 、さて、出てきたついでだからな、外まで送ろう。すいません、外まで送るんじゃない、連れていくってことだろう。まああんまり知られたくねえんだろ、まあしょうがないな。おーおお、またピヨン来た、どうも。もう夜も遅い、早く帰りたまえ。ご忠告感謝いたしますよ。おお、龍造寺の話もっとこう長引くかと思ったけど、意外とこうこれね、こんなもんですね。てんてんてん、ずいぶん長く話してしまった。この龍造寺のやつカットしたくねえな、この話面白かったな。このね、言うのって割とカットはしてるんですけど、カットしたくないっす、正直。あの、ただね、ものすごくくっそ長くなるんですよね。40分とか動画になっちまうからな。そこがすごくね、難点ですよね。できる限りお伝えしたい。本当はこれこそ配信でやるべきなんだろうなって思うんだよね。まあ、それでも結局は、なんていうのかな、動画にしちゃってますけどね。なかなかね、これね、これこそ配信でやるべきなんですよ。本来は。まあまあ、いいでしょう。あゆみさんが心配してるかもしれない。帰らなくちゃ。まあ、とりあえず、まあ、行きますか。いや、何でもありません、あの人との間には何もありませんでした。ふむ、まあいい、わかった、これでいいと思う。お、鍵ゲッチュ。この世の中で声を歌う少女ユーノ。はい、ということで移動しようとしたらですね、ちょっとね、画面になんかありますね。そうだな、もう夜もそうや、早く帰らないと、なんか絵がいけない、ポツって出たんですよなんかちょっとね、ここね、ここなんだろう、これ。よし、学校に戻ろう。ん、なんだ、ほら、屋敷の壁、そうそう、それそれ、なんだあれ、これですね、これ、これ何かしらね、これ、なんだろう。まあとりあえず見てみようか。そうだ、あれだよ、一体何なんだ。てん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 、ここにいてもしょうがないな、近づいてみようぜ。あらまあ、あらまあ、これは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 、うん、なかなか、うーん、ちょっとブス島マークでげえのがドカンと入ってると思いますけど、なるほどね、なんだこれ、おお、この BGM、 おお、なるほど、これなんだ、なんだろう、これは布地のようなもので覆われていて、一体これは、これは、これは分かんないけど、まあちょっとね、皆さんに言うと、ヒントで言うと、勝利の女神ニケといったところでございますね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。うん、どれどれどれ、あ、指勝手に、なんだろう、これは、なんというか心惹かれるものがあるぞ。うん、惹かれますね。どれどれ、あ、また指勝手、うんと、うわ、なんか喋ってるような気がする。これ妖怪か、これ、妖怪かもしれない、これは。もぞもぞ、うわ、動くぞ、これ妖怪っすね、完全に。これなんだろう、左側に押し上げられてるみたいだ。もそもそ、これって一体何なんだ。
いや、わかんねえなーこれ。なんだろう、白くて細い、うーん、なんだろうこれ、難しいっすね。ちょっと俺にはわかんないな。とりあえずちょっと、もうちょっと検索してみましょう。一体何なんだ。ちょうど手が届くからもう少し調べてみよう。その通りだな。なるほど、やっぱりまずわからないものっていうのはやっぱり手でこう触って確かめてみると、これ重要なことで、なんだかわからないからね。まあ物理マークでわかんないと思いますけど、とりあえず中央よりちょっとこの辺を、あ、指勝手にギューっと、そこギューやるんじゃない、パチンかと、なぜかやりたくなるんだ。なぜだろう、わからない、でもわかる。とりあえずおりゃさわさわと薄い布地がぴったり貼り付いている。なんでしょうね、まるでパンストだ。ああ、そういう感覚なんですね。なるほど。パンストだ。お、喋った。ん、今、なんか声が聞こえたような。はい、ということで、エリコ先生でしたね。いや、あれはわかんなかったな、俺もな。難しいね。ちょっとね、カットしちゃいましたけどね。うん、これはね、ぜひね、プレイして。いや、楽しいっすよ。もうね、なんかね、こうちょっと、ね、こう確かめる。次にちょっとこうにぎにぎっていうか、ちょっと指を動かす。そして最終的には、まあね、まあまあまあ、そこから先はプレイして楽しみということでね、まあいいでしょう。また君というやつは感じたくせに何か言ったか。別に、大体あんなところで何してんだ。キャッチボールをしていたらボールが木に引っかかってしまってね。キャッチボール、おかしいか。だって相手がいないじゃんか。壁がパートナーだこんな時間にこんなところで、宿直で学校内待機でね、気晴らしに出てきたのさ宿直今ないからね、宿直はね。嘘っぽいぞ。嘘ではない。ま、いっか。君こそこんなところで何をしてるんだ。俺は龍造寺と話があってさ。ほう、学長先生と。で、何の話をしたのかな。やっぱこの辺は興味あるんですね。他愛のないことさ。てん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 。個人を忍ぶってことじゃないのかな。父親のことか。まあね。あそこに一条さんはいたかな。一条先生、美月さんのことか。どうかな。別にいなかったようだけど。ふむ、いなかったか。てん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 、あの家でなんか変わったことなんかは。変わったこと、例えば家具の置き方が微妙だとか。家具、そうだ。なんでそんなこと気にするんだろう。ああ、これも気になるね。調べてんだろうな。あるいは変わった家具が生活用品に置いてあるでも構わないか。家具といえば、そういえば家具はなかったな。ない、うん、ない。それは龍造寺学長の意向なのかな。まあ結果的にはそうなるんだろうけど、母親が家具を壊すんだとさ。母親、学長は母親と一緒に暮らしてんのか。そうみたいだぜ。ふむ、母親か。そりゃ盲点だったな。てん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 、何が言いたいんだろう、エリコ先生は。さてと、そろそろ戻るか。なんか意味深だな、これもな。宿直なのに校内にいないのでは話にならんからな。ちっ、サボり助手の苦戦してさ。何か。別に、学校までは一緒に行くよ。ほう、女性を守るナイトというわけだな。守りたくなるような繊細で可憐な美少女だったらね。言ったな。はは、ジョークです。俺エリコ先生でも好きです、本当に。てん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 、でも本当にエリコ先生こんなところ何してたんだろう、気になりますな、これはな。てん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 、あ、ピロン来た。じゃあエリコ先生、俺はキャキャキャ。あ、ミオ、タイミング悪い。あれ、ミオでも行方不明だったんだよな。あれ、ミオじゃないか。あ、有馬君、それに武田先生、島津君か。女の子が出歩く時間帯じゃない、ね、何をしてたんだ。ち、自分のことを棚に上げてよく言うよ。そうか、エリコ先生は女の子って年じゃ年は関係ないぞ。てん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 、でも女性の夜の一人歩きはマジで怖いからね、気をつけないとね。海岸の方から来たようだが。てん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 、海岸っていうと三角山だな。まだあれを、有馬君には関係ないじゃない。ふむ、ともかく夜はもう遅い。島津くんも家に帰りった方がいい。はい。ほら、君が送るんだよ。お、俺？当たり前だろ、女の子一人夜道に。結構です、私一人帰りますから。いやいやいや、送ってもらえ。もう、あ、ふ、青春だな。はあ、ま、高台は寂しいところだが、彼女の家はすぐだしな、大丈夫だろ。てんてん、その距離でヤバい目に遭う人もいるんですよ。君も早く帰るんだ。あまり母親を心配させるんじゃない。そうだ、家抜けてたんだ俺。てん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 、しかしあの先生、本当にあそこで何をしてたんだろうな。まあとりあえずもうちょっとやってみるか。とりあえずじゃあ家帰るかな。手紙にけといったところでございますね。なるほどなるほどなるほど。
なるほどね。うん、どれどれどれ。あ、指が勝手に。この世の果てで恋を歌う少女、ユーノ。はい、ということで、そーっと家に入ってまいりました。ガチャッということで。てん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 。てん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 。てん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 。右よし、左よし。今のところ人の気配なし。階段そーっと上がろ。万が一も滑って転ぶなどというアホなことは。ずる。あはは、狙い通り。どんからかしゃーんと。手でやっちまったよ。キャ、痴漢。え？あら。あら、まあ。ちょっとこれ、ブスジママークですね、これね。いや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 。あら、まあまあまあ。ちょっとあれですか。ちょっと、無防備すぎますよ。ちょっとこれ、あゆみさん、これ、メガネ外すともう、違いますね、これね。ドワワッと。痴漢さんね。お、落ち着いて、俺だ、俺。俺田さんなんて、あゆみは知らないわ。ガク、そうか。メガネ外してるからだ。あゆみさん、極度の金眼だ。ピロン来ましたね。おー、なるほど。特にそういうことはなかったけどね。あゆみさんの、こう、ね、最初映ったんですけど、ちょっと二つ比較を置きますけど、表情変わるんすよ。これすげえな。表情変わったらもうちょっとね、こう照れた感じというか恥ずかしい感じがもう出てて、もう最高、いいっすね。パタタタと。てん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 、一体何がダメだったんだろう。まあちょっとね、いろいろとね、もう誤解を解くのといろいろやってましたけど、まあまあそういうところでございますよ。やっべ、言うのめっちゃ楽しいんだけど。まあとりあえず、まあいやいや、ちょっと次行ってみましょうか、このままね。はい、ということで、実際戻ってきたらコンコンということで、てん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 、ブスジマくんいい？と、あ、いいよ。ガッチャ、まあ母親ですからね、あゆみさんはね。ガチャン、パターン。あゆみさん、よかったら、ちゃんと服着てる。ほら、そういうこと言って、もう、なんだい？もう、さっき一条先生という方から電話があったわ。お、美月さんだ。てん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 、なんだか急いでいたようだけど、急ぎなんだろう。ブスジマくん呼んでも来ないんだもの。だって俺は今まで、わわわわと、今まで、いや、その、なんでもないっす。なんでもね、あゆみには言えないこと？男の子はみんな誰もがやることさ。男の子はみんなも、誰もが？ほら、親に見つかると罰が悪いっていうか、なんというか、実質にこもってたりすると、ついね。てん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 。ありゃ、恥ずかしそうにうつむいてしまったぞ。夜、ぶらぶら出歩くことだったんだけど、そんな恥ずかしいことかな。絶対お前今、違う意味で言ったべや。てん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 。お、ほん。で、みつきさん、一条先生はなんて？明日学校で話すとかそう言ってたわ。てん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 、龍造寺のことかな。もしかしたら不安なのかもしれない。しかし、急ぎか。何の用だろう。どうする？いや、今机の上の呼気で電話してみるよ。ありがとう、あゆみさん。うん、おやすみなさい。実質に電話があるってのもそもそもすごいよね、パターン。てん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 、みつきさんが急ぎってなんだろうな。とにかく、テルしてみよう。電話してみよう。まあ、とりあえず、じゃあ、ちょっと電話を、まあ、してみるか。とりあえず、電話してみて、長くはなんないと思うんだけど、どうなんだろう。まあ、とりあえず電話しましょう。そうだ、急ぎってのが気になる。早く、美月さんのところで電話してみよう。ピッポッパッポ、ピッポッパッ、あ、いいね。プルル、あ、いいね。この効果もいいな。てん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 、てん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 。あ、出ない。どうしたんだ？誰も出ないぞ。ん？ガッチャ、あ、どうしたんだろう、彼女。まあ、明日になれば会えるさ。彼女は補習授業の担当講師で、俺は補習を受ける身だからな。ふう。パフ。てんてんてん、なんか嫌な予感すんな。龍造寺か？奴と話した感じは、別段異常というほどでもなかったから。いや、おかしいですね。あ、でも俺は他の世界線を知ってるからか。てん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 。だから俺は忘れないですよ、あのことを。銃か？そう。ね。昨夜、あの銃口を俺は忘れない。これね、やられましたから。てん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 。どうやら俺が持ってるリフレクターに何かあるらしい。きっとあの龍造寺にこいつを見せたらどんな顔をしたんだろうな。いや、そいつは無謀ってもんだ。まだ銃を突きつけられたらどうする。その通りだ。一回殺されてるしな、俺な。てん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 。それにあのばあさん、龍造寺の母親だ。俺はあのばあさんの方が妙だと思うんだよな。一体あの人は何が言いたいんだろうか。龍造寺に言わせると単なる地方症ってことだ。本当にそうなのかもしれないけど。てん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 。それ妙といえばまだあるぜ。えりこ先生、あそこ何やってたんだろうな。本当だよ。おお、出すな出すな、それ。てん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 、すっげえ格好というか、なんというか。
小枝が引っかかって降りられなくなってしまったな。100年の恋も冷めるって感じだよ。俺好きだけどね、こういうのね。じゃなくて、てん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 。彼女、あそこで何やってたんだ。それが気になりますね。どう考えても龍造寺の屋敷に。てん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 。エリコ先生はボールを拾うためとか言ってたか。あれじゃ泥棒に間違われてもしょうがないぜ。ふう、ふわぁ、眠い。てん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 。考えてみたら、昨日はほとんど寝てなかったんだ。あゆみさんをずっと待っていて、それで少しだけ眠ったんだ。結局、あゆみさんとは会えたんだけど。てん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 。今日こそぐっすり眠れるよな。寝るぞ。ゆっくりと。夢でも見ながら。おーおー、寝ましたね。ん？ああ。てんてんてん、ちょっと、隠してはおりますが、一番最初のあれですね。でも、ここは別に隠さないでもいいか、これは。大丈夫かな？てん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 。どうしたんだ？夜間水泳でもしていたのか？これ一番最初のやつですね。本当に一回目じゃないかな。てん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 。黙っちゃわからないぜ。岩場にそんな裸でいたら怪我しまうよ。ああ。てん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 。なんて和やかな表情なんだろう。自分の家に戻ったような、そんな感じだ。あるいは自分のいるべき場所。親父。あ、ピロン来た。おー、ちょっとマップが見たい、マップが見たい。どうなった？コンカーンコーンとね。ふう。充実した一日を過ごした後は、なんとも素敵な気分になるんだな。授業も終わり、これで俺の責務は果たしたわけだ。てん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 。そうだな。気がかりといえば、美月さんだ。彼女、結局今日の授業に来なかったな。大丈夫か？俺の目的は美月さんに会うことだったのに。一体昨日電話は何だったんだろう。今日来れば学校で会えると思ったんだが、読み違えたか。ふう。ずいぶん寂しそうな顔しているのね。これは見よ、絶対。ほら、これはこれはお嬢様。何が充実したよ。単に寝ていただけじゃない。信じられないわ。言っておくがな、寝てるように見えてもちゃんと熟睡してたんだぞ。寝てるって言うんだよ、そういうのな。何それ、フォローになってないじゃない。熟睡しながら考え事をするのが俺のやり方なんだ。どうせご飯のこととか女の子のことでしょ。俺は動物か。もっとマシなことを考えられないの？マジな考え事はある。何を？内緒だ。ミオちゃんの方とか言ってやんだよ、そういう時に。ふん、一応先生が来なくてお会いに行く様ね。なんでそうなるんだ。当たり前でしょ。一応先生の交代が来た途端帰ろうとするんだもの。露骨すぎるわよ。島津さん、ウェビンかこれ。お、この声は大丈夫ですか？大丈夫だって、昨日はまた落雷事故あったじゃないですか。落雷事故？もう僕は心配で心配で、島津さんが昨日剣の岬に行くとか言ってたじゃないですか。ごめんなさい、少し気分が優れないの。保健室行くわ。あ、保健室ですね。後で行きますから。てん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 。ふう、島津さん心配だな。おい、うわ、仏島さんいたんですか？ずっといたよ。よく俺のことを無視してくれたな。あはは、何が心配だったく。すみません、仏島さん、島津さんと一緒に授業に出られていいなって。よかないよ、ずっと睨まれてたぞ。いいな、見つめられていたんですね。ふう、とにかく授業も終わったしな、とっと帰るか。はあ、まあ、それではまた。おい待て。は、何でしょうか。話は終わってない。話と言われましても。で、でとおっしゃられてても、とりあえず島津さん保健室に迎えに行って、その後で一緒に帰って、できたらお茶を誘ってパコ。言いたいですよ。誰がお前の予定聞かせろって言ったんだよ。事故の詳細だ。あ、海岸の方じゃ大騒ぎみたいっすよ。昨日か、昨夜かか。ええ、何でも運搬作業中にまたドローンって。運搬作業中なんだって、夜にそんな。さあ、工事のスケジュールなんて僕知りませんよ。そりゃそうだ、てん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 。多分今日の夕刊にでも乗るんじゃないですかね。海岸でまた落雷事故が、しかも運搬作業中。どうしたんですか、チャックにあれを挟んだような顔して。なんだよその例えは。いや、思いのほか深刻そうな顔しちゃってましたから。深刻なんだよ。はあ、またなんで。俺は実はミオに惚れてるんだ。ええ、嘘だよ。心臓が止まりそうになりました。というのも嘘だ。で、というのも嘘だ。ほ、というのも嘘の反対の反対の嘘だ。あのですね、本当に深刻なんですか？うるさいな。お前ミオのところにも行っちまえ。すみませんです。ああ、またピロン来たね。てん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 。ふう、落雷事故か。あゆみさん、また大変なことになるんだろうな。てん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 。はい、ということで、今回はこれで終わりにしたいかと思いますけど、だんだん話が面白くなってまいりましたね。これはこれは結構今回
長い動画がめちゃくちゃカットして短い動画になってると思いますね。まあ短いと言ってもね、いつもうちの動画20分くらいありますけど、まあちょっとこれカットするのもったいない部分多すぎますね、この作品ね。はい、ということで今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブース島でした。ではでは。